やっぱエナナンがいないと静かだね。そうだね。うん、本当大丈夫かなエナナン。うわ、びっくりした。ミクじゃん、どうしたの？みんな世界に来て。もしかして、エナナ？エナ。エナ、大丈夫？うん。みんな、心配かけてごめん。かなでも。あの歌。ありがとう。うん、エナに聞いてもらえてよかった。あの歌、エナのために奏が作ったんだよ。すっごい勢いでガガガーってメロ作っててびっくりしちゃったよ。早く聞いてもらいたかったから。そっか、奏の作る歌はやっぱり優しいね。すごく優しくて胸が痛くなって、この気持ちをどうにかして表現したいって思えた。よかった。エナ、あの歌に絵をつけてほしい。エナがあの歌にどんな絵をつけるのか見たい。私も描きたいって思ってるけど。怖いの。怖い？書いても書いても誰にも認めてもらえなくて、ずっと絵を描けてる気がしなかった。ニーゴで描いた絵にはそこそこコメントもついてたから、少しは認められてるって思ってたけど、結局その絵も曲がないと、ニーゴのイラストって肩書きがないと誰も興味を持ってくれないってことも分かった。そんなこと昔親にも言われたの。才能がないってすごく悔しくて、でもそんなことないって思いたくてずっと書き続けてた。でも悔しいけど、あいつの言う通り、私には才能がない。だから、誰にも認めてもらえない。このまま誰にも認めてもらえないなら、私が絵を描く意味は、違う。そんな風に思っちゃう自分が嫌なの。誰かに認めてもらわないと、描き続けられない自分が、大嫌い。エナ、エナは自分に才能がないって言うけどさ、僕はそう思わないよ。慰めならいい。そんなんじゃないって。お父さんとかエナの言う誰かは認めてくれないのかもしれないけど、少なくとも僕はエナの絵が好きだよ。そうだね。それに私はエナが誰かに認めてもらわないと描き続けられない人間だとも思ってない。え？だから私はエナの絵に惹かれたし、ニーゴに誘った。エナ、認める人が必要なら私が認める。エナの絵がニーゴには必要だよ。そうそう。エナのことは僕たちが一番認めてるよ。ね、真冬。認めてもらいたいことの何が悪いの？は？真冬？どうして認めてもらいたいって思うと自分を嫌いになるの？それは。誰かに認められたいなら認められるまで書けばいいじゃない。どう
うせ私たちは作り続けなきゃいけないんだから。そんなこと簡単に言わないでよね。でもそっか、そうだね。ぐちゃぐちゃ考えすぎちゃったのかな、私。書いてみるよ。うまく書けるか、わかんないけどね。エナ。っていうか、部屋すっごい散らかってる。今すぐ書きたいけど、とりあえず片付けるのが先かな。ああ、絵の具拾うの面倒。資料も散らばってるし。とりあえず、まとめて棚に。ん？これ、スケッチブック。おぉ、懐かしい。小学生の時に水彩で描いたやつだ。下手だな。一応水張りしてるみたいだけど、髪もよれちゃってる。でも、この頃から画家になるって決めてたんだよね。今の私は、きっと、あの頃夢見てた私とは、全然違うけど。ねえ、私。まだ、書いてていいかな？